はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。アントゥージエンド続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。実はちょっとお詫びがありまして、このアントゥージエンド、ここからの動画をちょっと数日前に撮ってたんですが、途中で誤ってその動画を消してしまって、途中からの動画になってしまったので、一旦初めからやり直してここまでたどり着いて開始したんですが、ちょっとアイテムね、取得物が変わってまして、1個拾えてないアイテムが1個ありまして、それとあとね、このね、鉄兜をどこかでゲットしたので、ちょっとね、様子が変わってるんですけども、そこちょっとご了承願います。はい、すいません。というわけで、続きをやっていきたいと思います。とりあえず、モンスターね、てか、蛇みたいなモンスターを、なんとかどいてもらって、進んだところでやめたんですね。これ、こっち行けるのか、下か。先に進んでいきましょう。確かね、ここはね、下から行くのかな、違ったかな、あ、上か、間違えた、間違えました。もうね、右には戻れないので、右の動画2ですね、それも戻れないんでね、もう先に進むのみでございます。どこ行くのかな、ここでいいのか、拾った、あ、拾ってないか、ハーブ拾って、あれどこだ、下か、違う、あ、上か、いや上じゃないんじゃないかな、これか、左か、これ行けたっけな、これ拾えたっけな、もうね登れないな。こうジャンプして、こっちで良いのかな、なんかいい感じかもしれない。うん、この先どう、あ、はしごあった、はしごあって、さあこの後どういう展開になってくるんですかね。おっと、ちょっとダイハード2で出てきた、ちょっとこういうビニールテープ2箇所巻きのありましたね、ダイハード2も。まあネタバレになっちゃってあまり深くは言いませんけどね。まあヒントを言うと、この青いビニールテープのね、あれもありましたよね。うん、まあそこまでしておきましょう。気になる方は映画を見てみましょう。ダイハード2です。さあ、この赤色の印は何か意味あるんですかね。なんかね、前の前かな、動画で白いテープみたいに巻いてあったのありましたね。白い帯のやつ。意味あるのかな、危険ってことなのかな、ここら辺は。さあ、どんどん登ってって結構寒いな。うわぁ、すげえ。なんか、誰か刺さってる。刺りされてる。見せしめだな、これは多分。あ、こっちだ。ジャンプがあるかとか、それ行け、よし、オッケー、来た来た来た、パチ、痛えな、よし、ハーブ食べるか、来ないな、急に出てきましたね、出血が抑えられた。さあ、何か持ってるかい、何もないな、所持物ゼロ。さあ、なんだろう、この見せしめる感はすごいな、どっちがどっちか分かんないですね、敵なのか味方なのか。相手入った、やられちゃった。もうどっちもどっちでもないのか、味方も敵も。見て、ああ、刺された。お、逃げた。一人追いかける。そうはさせねえぜ。やってくれたな。お、
いけ。うい。いけ。読み外れた。あいときしゃがんだ方がいいかな。いけ。槍強いな。ドス。倒れた。ほう。あれはあれさあなんとか倒していかないと槍で撃たれる。こっちが味方なのか分かんないな。私向かって攻撃した人はみんな敵だな。よいしょ。またあれなんか違うな。いただこう。いただこうじゃないか相手が。もうね。これ何か。骨ばっかりだな。カルシウムたっぷりだな。その先も誰か、うわ、やられまくってんな。この種族の人たち。さあね、なんかね、体で大きい人が結構追い込まれてる感じだけど、でどういう関係なんだろうな。お、来た来た来た。ほい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 。待って、何言うの。よいしょ。お？お？あいて。なんかわかんないな今。フェイントっぽいかったな。下かと思ったら上だしな。お？お？やられる前にやった方がいいな。あれ、なんとか敵の攻撃を見極めてやっつけていきましょう。ほいほいほい。下段か。下段。で上段。上段。また、まだ来てる、まだ来てる。ちょっと待って。下段、上段、よいしょ。はい。上段、下段。次は上段。押し付けた。苦しかった。出血止めよう。ハーブ食べて。なんかぐらい。なんかちょうだい。おい、よし、10日交換。オッケー。さあ、次行きますか。この辺だったけどね、ダンブ。だいぶ手強くなってきましたね。うん、とにかく敵のね技がね出るのが早い。そこが厄介ですね。そう、ゲーム、あのこのゲームやり直して思ったんですけど、やっぱね最初の方はね敵の攻撃やっぱり出が遅いですよね。上段に構えてからゆっくりしてこう打つみたいな。あ、そこはチュートリアなんでしょうね最初はね。おお、いきなりやられた。なんとこれは初見殺しか。私の判断が遅かった時か。しゃがまなきゃいけないですね、そこね。ほっ、あった、これ、ローリングでもいいや。オッケー。マジオッケー。ローリングするとね、ローリングのモーションで時間かかっちゃうんでね、攻撃の時はね、あまり、よいしょ、使わない方がいいかもしれない。緊急回避にはなりますけどね。その一見強そうな敵がなんかね必要に槍を撃ってきますね。あいつと戦うとき結構やばそうだな。やれっていう感じ。お、
凄ましいね。やるよ、来い。お、いきなり。わったわったわった。いて。はい。はい、これ倒れちゃうな。うわ、普通の敵だな。恐れることはない。こっからか。あ、大丈夫か。やれと。おお。カモン。ほい。あ、間違えた。ほい。これ、押し、押し、押し、ご利用しでいけたな。間違えた。ちょっと待った。だから返して。それはダメだ。どこ行った？あれ？どこ行った？どこまで行ったの？あれ？私の、あ、こんなとこが飛んできたの？すごいな。あとで、タイマーと拾わなきゃいけない。結構飛んできましたね。なんか割とその飛ばないのかなと思ったら、割と長距離用だったというね。さあ、なんかないかい？なんもないか。ハーブ、あ、ハーブありがたいな。止血効果、すぐ抑えてくれますからね。なんか止血効果を抑えないと死んじゃうのかな。まだそこまでなったことないんで分からないんですけどね。一つ言えるのが、止血効果ほっとくと戦闘中に急にうずくまったりするんでやばいです。棒よし。さあ、そろそろ親分と対決かな。長いな。お、すごい散らけ。だから巣みたいな、巣穴みたいなとこ来ましたね。お邪魔しまーす。暗いな。おーっと、落石だ。やべ、落石注意。落石でバウンドした岩にもね、当たり判定があるんでね、気をつけたらやべっす。あぶね。こう暗いところで落石を注意してほしいな。てかやめてほしいな。ちっちゃい石でもね、バウンドしたちっちゃい石でもね、一回だと即死なんでね。結構厄介です。さあ、登っていきますが、随分、お、何もないな。死体っぽいのが見え、ちらっと見えたけど、何もないな。今のところ何もない状態で来てますけど、これ大丈夫かな。お、急走となった。お、おー、落ちちゃった、ちょっと、あ、お邪魔しまーす。ほい。ほい。あいて。一撃か、あれ。強っ。それは反則じゃないのかい？一撃は。はい。また、また。あら、一撃だ。強いな。お邪魔しまーす。はい。いて。連打が早いな。なるほど。お邪魔しますよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ。よいしょ。いて。いて。強い。お邪魔します。よいしょ。あ、上から来て下か。強いな。よし、頑張って倒していきましょう。おりゃおりゃ。よいしょ。
はい、またよし、はい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 、よし、うん、今のね敵のポーズ、食べ攻撃だったらねカウンター効くんですよね。うん、それを出すまでが大出させるまでが大変でしたね。難しい、ここが一番難関ですね今のとこね。あ、入っちゃった、出血効果なんないや、ハーブ食べ過ぎたかな。無事かい君たち。お、なんだろう、話しかけられるのかな。あ、一緒にダウンを取ってる。疲れた、まず傷を治そう、強化する小手を作ろう。よし、で、なんだろう、なんかあるのかな、見せるがあるな。おー、家族のことを思うわけですね。じゃあまた先進むか、タイムズを作る、待って、ないのか、あ、外に落ちてるのかな。とりあえず進んできますか。あ、落ちてた落ちてた、拾おう拾おう。で、この辺はアイテムないんだな、これ登るしかないんじゃない多分な。さあ、前回のラスボスライヤーなんか敵は強かったなあ。れ多分みんな多分結構積んだんじゃないかな、あそこの敵で。引っかかったんじゃないかと思われます。だって連続攻撃がすごかったです、もうガードで受けてっと止まんないですよ、連続攻撃が下手したら。うん、そんだけ強かったな。さあ、なんかサクサクいっちゃったけど、これ大丈夫かな、これすごくしん、すごくシーンとしちゃってるけど大丈夫かな、これん、あ、おお、行っちゃった。さあ、もうこれ戻れない。また戻れない。さあ、この先何があるんだ、本当ね。この主人公のゴールは一体何だろう。いや、なんか怖いな、急に出てきたりしたら怖いな。今度はなんか、なんだ、死体とか出てこないな。お、これは、あら、草かな。お、ちょっと、狼っぽい鳴き声がしたんですけど、気のせいかな。まあ、ちょこっとだけですけどね。何事もなければいいんですけどね。急にね、修羅場になるんでね。このゲームはね。まあ、そこがいいんですけどね。うん。おー、なんか、すごい。あい、なんか、家がある。どうした？なんで膝を、ガクッと今したんだ。家が燃えてるわけじゃないよな。でも今ね、主人公、あ、終わりか。なるほど、ここで終わっちゃったんだな。で、やっと家に着いたってことなんだ、これは。なるほどね。なんだ、結局なんだろうな。
家に着いたのかな。いや、わかんないんだよな。でも主人公の家、わかんない。この後この主人公がどう動くかによるんですけどね。さあどうすんだ主人公。動かせないんだけど。あ、笛だとしちゃった。あ、戻ってきた。また始まるんだこれで。結局何だったんだろうな。また旅が始まるってことか。だから1日じゃないな。考えさせれんのこれ。どういうことなんだろう。ね、また旅立っていくわけですよね、これでね。この繰り返しなんだ。なんだろうな、考察というか、なんかね、なんていうかな。結局、主人公は、なんか、獲物を何かを飼いに来たのか、そして、それをね、進んでいったものの、結局、得体の知れない種族がいて、もう生きるだけが精一杯だったのかな。でやっぱ生きて帰ることが、やっぱ生きてることが大事っていうことなのが分かって、まあ、普通の生活に戻ったんだな。そういうことなんだろうな。何かちょっとした野望を抱いてたかもしれないけども、そこは分かりませんね。はい、ということでございまして、アントゥージェント終わりでございますね。まあ、このいろいろは考えはあるとは思うんですけどね。ね、最後の家だってね、本当に自分の家なのか、まあ自分の家なんだろうけども、ちょっとね、それだけじゃないような終わり方してますよね。はい、ということでございまして、またね、ちょっとこれ考えちゃうな。私も後でちょっと動画見直してゆっくり考えたと思いますんでね、皆さんもちょっといろいろ考えてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。